ヒラノショーセンターですかダンスにさ、ナンバーアンダーライン愛韓国アイドルとのコラボで浮き彫りになった世界進出への絶望感8月22日 NHK ミュージックエキスポ2024が放送された。そこで注目が集まったのはヒラノショ神宮寺ユ太タ、岸優太タ3名によるユニット、ナンバーアンダーライン愛だ。同番組はアジアから世界で活躍するアーティストたちをコンセプトにしており、2023年に第1回が放送されると、その反響は大きく。 今年は2例にわたり収録が行われました。コンセプト通り、出演者は韓国の女性アイドルグループー・アイやエルイース・セラフィムなど、世界で躍進しているアーティストばかり。グローバルアーティストたちによる豪華共演に注目が集まっていました。芸能記者。日本の代表としてパフォーマンスに挑んだナンバーアンダーラインアイそして、観客の声が一層高まったのは、ボンを披露している最中のことだった。大人気韓国アイドル、リーズが登場し、 コラボパフォーマンスを披露したのだ。特に、圧巻のダンスパフォーマンスで視聴者を釘付けけにしたリーズメンバーのウォンビンは、X のトレンド入りを果たした。X 上には、彼を賞賛する声が、意見が多く見られる。ボン大会の優勝は、ウォンビンだった。平野くんもびっくりだよ。ボンビンってトレンド入りしてるからなんだろうと思ったら、ボンに熱心なウォンビンさんのことらしい。わら。ボンでナンバーアンダーライン愛よりウォンビンに注目いっちゃってるの本当面白い。 顔文字笑い BONBIN とか言ってる方もいるし W。一方で、ナンバーアンダーライン I に対しては、辛口な意見も聞こえてきた。ケナスとかじゃなく、ライズ、ウェイブの後にヌンベリは、完全身を取り出し一緒に踊ると余計に差が。てか何ヌンベリセンター一点年。平野翔センターですかえカンドルの皆様もいらっしゃるのに。リーズが2023年8月にデビューすると。 一年足らずで世界9カ国を回るファンコンツアーを開催する快挙を果たしました。まさにアジアから世界で躍進するアーティストです。一方、ナンバーアンダーラインアイは2024年1月のデビュー当初からグローバルな活動を行いたいと公言していますが、アメリカで開催されたフェス、コーチェラフェスティバルに参加した後は日本での活動がメインになっています。世界で活動していく上で、韓国アイドルとの間に実力差があるのは否めないでしょう。平野さんがセンターで終わったことにも、 実力差を感じた一部のファンからは疑問の声が上がりましたね。とはいえ、アーティストが世界で活躍できるかどうかは、決して技術力で決まるわけではありません。楽曲がバズるかどうか、本人たちのキャラクターがフィットするかどうか、いろんな要素があります。今のままでは、絶望感が漂いますが、まだまだやりようはあるはずです。芸能記者。なんとか世界のナンバーワンになってほしいが。